通称ジョン万次郎こと中浜万次郎が海を見つめている。漂流民としてのドラマチックな人生を幕末から明治の激動期に送った男。彼が見つめるこの波涛の先に一体彼は何を見、何を求めたのだろうか。皆さんはジョン万次郎を知っていますか？僕にとってジョン万次郎は日本のロビンソン・クルーソーでした。そしてその漂流記は胸をワクワクさせる冒険物語でした。しかし実はその生涯は我々の想像をはるかに超えたすごいものだったんです。これからあまり語られることのなかったジョン万次郎の生涯を皆さんと共に辿っていこうと思います。1827年1月1日、万次郎は5人兄弟の4番目の貧しい漁師の息子としてここ土佐の外れ中野浜で生まれた。当時の日本は教育先進国だ。多くの子供は寺子屋で読み書きそろばんの勉強をしたが、貧しい万次郎にはそんな余裕はない。8歳の時には父親が亡くなり、間もなく彼は生活のため働きに出た。万次郎はすばしっこい子供だったようで、仕事で米をつくように言われた時、石臼に小石を入れてつくと簡単に米がつけると大喜びで実践した。しかし米が砕け、大目玉を食ったことなどが伝えられている。現在の土佐市、当時の名は宇佐。鰹節で名高いその港に漁師の下働きとして万次郎は働きに出た。そこで乗り込んだ漁船が嵐に遭い、万次郎らは黒潮の流れに乗って漂流した。水も食料も尽き、生死の境をさまよった挙句、ようやく7日後、小笠原諸島と八丈島の中間に位置するアホウドリで有名な無人島鳥島になんとか流れ着いた。万次郎14歳、1841年1月のことである。飲み水と食料にことかく無人島での苦しい生活。万次郎たちは島に生えた草を食べ、アホウドリを捕らえて食べ、飢えをしのいだ。貴重な水は1日1杯それぞれが飲むように決まりを作った。だが水をめぐる5人の漂着民同士の争いも起こった。しかし彼らは必死に生き抜いた。その中で最もたくましかったのが一番若い万次郎であった。そしてようやく漂着して143日目、アメリカの捕鯨船に彼らは救助された。この島に食料のウミガメを探しに来たアメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号の船員らが偶然万次郎たち5人を発見したのである。この近海はアメリカをはじめとした捕鯨船の漁場として1820年代から外国の船が行き来していた。万次郎にとって運命的な出会いとなったそのジョン・ハウランド号の船長の名前はウィリアム・ H ・ホイットフィールド。彼との出会いが万次郎の運命を、いや日本の運命をも大きく変えていくのである。ここはホイットフィールド船長の故郷であり、当時捕鯨業でアメリカ一の港、ニューベッドフォードを対岸に望む瀟洒な町フェアヘブンである。
メイフラワー号に乗り、イギリスを出たピューリタンたちが新大陸アメリカに初めて上陸したケープコッドからここフェアヘブンまではおよそ70キロの近さにあった。ピューリタンは信仰の自由などを信念としたほかに、民主主義、人権思想などを唱えた集団であった。それがアメリカの伝統的理念に育っていったわけだが、その当時奴隷制は残っていたし、原住民インディアンへの迫害も事実としてあった。しかしここニューイングランドは南部と比べればまだピューリタンの精神が強く残っていたことは間違いない。歴史にもしも言うとキリがありません。でももしも万次郎を救助したのが北部ニューイングランドの船長ではなく南部の人であったなら、万次郎は奴隷にされていたのではないでしょうか。この時期のアメリカでは南北戦争前ですから奴隷は解放されていませんでした。実際明治時代でさえアメリカに渡り、後に総理大臣にもなった高橋是清は奴隷にされているのです。いや、自由と平等を標榜するニューイングランドのこの地でさえ実際万次郎は差別されている。初めて船長に連れられて行った教会では黒人の席に着くよう言われた。これを不満とし、船長は自分の所属していた教会を去った。当時自分の所属している教会を離れるということは並大抵のことではなかった。しかし船長はそれを実行した。そして人種差別をしない教会を求めて次々と教会を訪ねた。しかし人種差別をしない教会を見つけるのはたやすくはなかった。しかしとうとうここユニタリアン教会にたどり着いた。実にホイットフィールド船長はアメリカ人の中でも素晴らしい平等の精神を持っていたわけである。万次郎という人間を説く鍵の一つに人種差別の問題、つまり人間の自由と平等の問題が大きく関わってくる。日本の首脳交渉の身分制社会の中に生きてきた万次郎にとって、ホイットフィールド船長の人間は平等であるという精神に基づいた高潔な行為は何よりも強く心に刻まれたに違いない。当時の捕鯨船の船長は上流社会から高い尊敬を勝ち得ていた男たちであった。荒くれの船乗りたちを率い、数年にも及ぶ長い航海をする船長には医学や経営、そして管理能力、勇気や人を引きつける魅力などが必要であった。当時の捕鯨の目的は食肉の獲得ではなく、主にろうそくなどの原料の油を取ることにあった。家庭を明るく彩るクジラの油は必需品であった。また綿織物というアメリカの輸出産業の主力製品生産のため、工場内でクジラの油が焚かれ、夜間においてもその明かりのもと織物が作られていったのである。そのため捕鯨業は大いに栄え、多くの捕鯨船が世界の海に乗り出していった。こうした捕鯨船の長期にわたる航海では食料や水の補給のため寄港地が必要である。そのため鎖国中の日本の港をどうしても開ける必要があった。日本に開国を迫ったペリー来航の一つの大きな理由は捕鯨業が栄えていたことが挙げられる。さて話を元に戻しましょう。ウィットフィールド船長に救助された万次郎たちは約4ヶ月の間、クジラを追うジョン・ハウランド号と行動を共にし、ハワイ・オアフ島ホノルルに寄港しました。当時ハワイは捕鯨船の補給と給養の基地として急速に栄え始めていました。
現在のこうしたハワイの繁栄のもとも実はクジラだったんですね。この辺りはオアフ島知事の住居の跡です。知事は上陸した万次郎たちを歓迎し、この近くに仮の住まいとして草小屋を与えました。やがてウィットフィールド船長が出航するその直前、船頭の船之丞を呼んでこのように切り出します。万次郎をアメリカに連れて行き教育したいのだが、一度は命の恩人のこの注文に大いに困惑します。何せまだ14歳の子供の万次郎です。はいどうぞというわけにはいきません。そこで最後は万次郎の判断に任せることになりました。万次郎は船長とアメリカに行き勉強したいときっぱりと答えました。これはなかなかすごい決断でした。まあ、万次郎の好奇心が言わせたんでしょうが、大変な勇気がいったことだと思います。では船長は一体なぜ万次郎を連れて帰りたいなどと言ったのでしょうか。それは4ヶ月の航海で万次郎の性格に好感を持ち、その有能さを十二分に感じ取っていたからに違いありません。当時の捕鯨船の乗組員は14歳から乗せて一人前に仕立て上げるということが行われていました。万次郎がちょうどその年齢だったわけです。ともあれ万次郎が決断したのは大変なことでした。それは万次郎自身だけではなく日本の歴史を大きく変えていくわけです。万次郎自身の決断により彼の人生の長い旅の1ページが始まった。ジョン・ハブランド号のジョンを取り、また万次郎の万を取って、いつしか万次郎はジョン万と呼ばれ、皆に親しまれるようになっていった。捕鯨船の中は当時最高の国際社会であった。さまざまな国のさまざまな人種の人たちが同じ船に乗り込み働いた。当時一般社会では人種差別が当然のこととして行われていたが、すでに1700年代から捕鯨船の中では黒人と白人が平等に扱われた社会であった。つまりクジラを取る腕など実力のあるものが尊重される世界であったのだ。もちろん現代とは違うから、それなりの人種差別はあったに違いない。万次郎もさまざまな国の人々を船の中で見るうち、多くのことを学び、また感じたに違いない。ともあれ、骨惜しみなく働く万次郎は皆に可愛がられた。アルファベットを教えてくれるものもあり、次第に意思の疎通もできるようになっていった。万次郎を乗せた船はクジラを追い、赤道を越え、太平洋を転々と航海した。万次郎はこの世界の島々を巡る旅で多くの見聞を広めている。船は南氷洋から南アメリカの先端ホーン岬を回り、ついに1843年5月アメリカニューベッドフォードに到着した。2年半以上に及ぶ長い航海であった。万次郎はホイットフィールド船長の家に入ったが、本格的に勉強するため船長の家の近くにある船大工の棟梁ジェームス・アレンの家にホームステイを始めた。次女ジェーンが先生を務めるオックスフォード学校、通称ストーンハウスに通い勉強を始めた。
やがて勉強も進み、生活が落ち着くと、万次郎は船長の勧めに従ってバートレットアカデミーという航海学の専門学校に入学した。ここで学んだテキスト新アメリカ実用航海術は世界で遠洋航海のバイブルとして尊重されていた。その後万次郎はこの本を日本に持ち帰り見事に翻訳した。勝海舟らに同行した咸臨丸での太平洋横断の航海にもその翻訳本は大いに役立ったのである。これが万次郎の肖像画です。特徴的なのがこの分厚い唇ですね。実に意志の強そうな感じがします。当時の同級生ヤコブ・トリップはこう語っています。万次郎は最高の成績で学校を卒業したと。言葉も生活も風習も全く違うアメリカでこのような成績を収められたというのは全く驚きです。大変な努力がいったことでしょう。しかし万次郎はおそらく初めて学校で学ぶということが嬉しかったに違いありません。ここでの約3年の勉学の後、万次郎は再び別の船長の捕鯨船に乗るチャンスに巡り合った。1846年、万次郎19歳の時である。再び万次郎の長い旅が再開された。万次郎はクジラを追い7つの海を航海した。尊敬する友よという言葉で始まる近況報告の手紙を万次郎はホイットフィールド船長に航海中に書いた。この手紙は命の恩人に対する畏敬も含みながら友よと語るように卑屈になることなく堂々とした物言いで、人間はすべて平等であるという信念さえ伺える。またその後何度か手紙に書くのだが、日本の港を捕鯨船のために解放したいと繰り返し述べている。さて船は日本近海に立ち寄った後、太平洋一路東に進み、再びハワイ・オアフ島に寄港した。万次郎はそこで昔の漂流仲間と再会した。しかし万次郎には捕鯨船での仕事が待っていた。懐かしい日本語での会話もそこそこに彼らと別れ、再び船の上の人になった。万次郎が乗ったフランクリン号は南太平洋にクジラを追うが、途中船長が発狂してしまう。2年も3年にも及ぶ長くつらい航海は多くのプレッシャーがあったのであろう。事実、船長に限らず捕鯨船の船員も病気や捕鯨の際の事故で死亡する例も少なくなかった。発狂した船長をマニラのアメリカ領事館に預け、新しい船長を選ぶ投票が船員の間で行われた。そしてなんと21歳という若さで万次郎は副船長に選ばれた。つまり万次郎がそれだけ皆に信頼を置かれていたことの証である。同時にアメリカの捕鯨船の中では完全に民主主義が行き渡っていたことがわかる。万次郎は日本では考えられなかった出世をあっという間に捕鯨船の上で実現してしまうわけだ。こんな体験も万次郎に当時の封建社会日本とアメリカの違いをつくづく実感させたのだろう。1849年9月、3年4ヶ月ぶりに船はニューベッドフォードの港に着いた。船長は
成長した22歳の万次郎に満足し、自分の姪との結婚を勧めた。彼女とはここに滞在していた時に知り合い、万次郎は恋仲になっていたようである。帰国した後、薩摩藩の取り調べの最中、万次郎は彼女のことを語って思わず涙を見せたというから、なかなか真剣だったようだ。しかし万次郎はこの船長の嬉しい提案を避け、カリフォルニアに行ってみたいと言ったのである。実はその時、アメリカ西海岸は空前のゴールドラッシュに沸いていました。カリフォルニアで金庫が発見されたのです。万次郎は船長にアメリカでの生活をきちんとさせたいので、近郊で金を稼ぎたいと頼みました。しかし実際、万次郎の心の中はアメリカでの生活基盤確立よりも日本への望郷の思いが強くなっていたに違いありません。この3年余りの間に6度捕鯨で日本の近海に行き、漂流仲間ともハワイで会っていました。そんな望郷の思いが万次郎に金を掘って帰国のための資金を作りたいと思わせたに違いありません。なんとかウィットフィールド船長の許可を取ると、万次郎は木材運搬船の船員として南米を回り、翌年6ヶ月の航海を終えて初夏のサンフランシスコに到着しました。ここはサンフランシスコから車でおよそ3時間のところにある昔の近郊の跡である。万次郎は蒸気船やトロッコ、徒歩などで山の奥に分け入り、野宿をしたりしながら金を掘った。何しろ金を掘っているわけだから、常に追いはぎや強盗の危険と隣り合わせである。万次郎はいつもピストルを携行していたという。この金を掘る行為は何の規制もなく、人種に関わらず誰でも好きな場所で採掘でき、取れた金は皆掘った人のものになるということだった。万次郎にとってこうしたこともアメリカの自由さを感じさせたに違いない。当時、つまり江戸時代の日本は国元を少し離れて旅することさえも様々な規制があったのである。さて、4ヶ月にわたる金庫掘りで帰国のための十分な資金ができた万次郎は、1850年秋、ここサンフランシスコを立ち、ハワイに向かいました。当時のハワイは捕鯨船の中継の基地として急速に栄え始めていました。ここホノルルでは、ウィットフィールド船長の友人であるデーモン牧師という有能な人物が、船員向けにザ・フレンドという新聞を発行していました。その紙面には漂流民たちの記事も少なくはありません。しかし特に万次郎については幾度も登場させています。後に明治になり、デーモン牧師はわざわざ日本まで万次郎を訪ねてきています。相当万次郎の人柄や才能を評価していたものだと思われます。後世のアメリカで万次郎の評価が非常に高いのは、このデーモン牧師が書き残した記事によるものだと思われます。
These are the katana wakizashi of...この脇差しは私の5代前のサミエル・チャンドリー・デーモン牧師が1850年仲間万次郎が日本へ帰国するのを手助けしたお礼にいただきました。1860年に万次郎がカンリンマルでサンフランシスコからホノルルに立ち寄った際に万次郎が持参してきました。今現在もデーモン家に代々受け継がれています。さてハワイに到着した万次郎は早速恐竜仲間たちを訪ね帰国する決意を述べて彼らを誘います。やはり自分をアメリカにやってくれた船頭の船之丞たちに恩を感じていたからだと思われます。しかし命の恩人のホイットフィールド船長に何の恩返しもなく勝手に帰国してしまうことに対しては相当心苦しいものがあったのではないでしょうか。デーモン牧師に船長への謝罪の手紙を託しています。それにしても日本人というのはなぜこんなに望郷の思いが強いのでしょうか。当時鎖国政策で一旦日本を出た者は死罪になっても仕方ないことは皆が知っていたはずです。それでも万次郎たち漂流民はほとんどが望郷の思いが立ちがたくありました。日本という国は離れてみるとやはり一番いい国なのかもしれません。さて1850年12月用意周到な万次郎はボートを購入し中国に向かう船に乗り込みます。そしてここハワイを出版しました。琉球近くでそのボートを下ろしてもらい上陸するという計画を立てたのです。そして翌1851年1月3日、幕府の目が届きにくく、開明的な薩摩藩の支配下にあった沖縄本島、糸満村に無事上陸した。丸々10年に及ぶ海外生活がこの日終わったのである。恋焦がれていた故郷、日本は必ずしも万次郎を歓迎してはくれなかった。鎖国をしていた当時の日本にとって、万次郎は罪人であった。琉球での半年近い取り調べの後、薩摩藩に移された。当時の藩主は開明的な島津斉彬である。彼は万次郎の文明知識を貪欲に吸収しようとしてすぐに幕府に万次郎を引き渡さず聞き取りを繰り返したのである。万次郎は一月余りの鹿児島での取り調べの後長崎奉行所に移された。踏み絵を踏むことから始まったさまざまな取り調べが9ヶ月にわたって行われた。そしてとうとう念願の故郷土佐へ移された。当時の土佐藩藩主は進歩的な山内容堂である。大目付の吉田東洋と藩政改革の最中であった。陽道は取り調べを高知一の西洋知識のあった川田少良に任せた。少良は万次郎を家に泊まらせてさまざまなことを聞きその聞き書きを氷村記略としてまとめ藩主陽道に献上した。この書物により万次郎の体験は多くの人々に伝えられていったわけです。特にアメリカ近代文明の具体的な描写や絵は江戸時代の人々に
大変なインパクトを与えたでしょう。これによって明治維新が導かれていったわけです。万次郎が日本の夜明け、明治維新に与えた影響はどのようなものだったのか考えてみよう。明治維新をリードしたご存知坂本龍馬、土佐藩の藩主山内容堂、そのお目付け吉田東洋などは万次郎の西洋体験を聞き自分の方向を確信した。そして吉田東洋の甥後藤象二郎も、三菱財閥の創始者岩崎弥太郎とともに万次郎から多くの影響を受け明治維新をリードした。先に述べた島津斉彬にも大きな影響を与えている。また幕臣の改名派江川太郎左衛門や咸臨丸で万次郎とともにアメリカに渡った勝海舟や福沢諭吉は直接万次郎から話を聞き西洋文化を実感している。また軍人直輸を起草した西天音、明治政府でいくつかの大臣を経験した榎本武揚や同志社大学を創設した新島城など万次郎に直接の影響を受けた人物はきりがないほどである。土佐藩はもちろんのこと、幕府をはじめとして薩摩藩など明治維新を導いた主要なところでは全て、そして明治維新後は開成学校、後の東京大学などで英語を中心に西洋事情などを教授し多大な影響を多くの若者に与えているのである。さて再び話を戻そう。琉球での半年近い取り調べ、そして薩摩での長い聞き取り、また幕府の統括する長崎奉行所での取り調べと続き、2年近くが費やされて土佐に移された万次郎は2ヶ月半に及ぶ土佐藩の取り調べの後、ようやく故郷の中之浜に帰り最も会いたかった母親と再会した。しかし3日の滞在ですぐ高知に呼び返されてしまった。彼はその時の土佐藩にとって必要な人材だったのだ。万次郎は最下級の武士に取り立てられ、土佐藩の学校高寿館で英語などを教え始めた。時代はペリーの来航などで騒がしく、また幕府の統治力も弱まり社会は揺れ動き始めていた。その後すぐ幕府も西洋文化の知識と英語力を持った万次郎の力を利用するほかないと旗本に取り立てた。貧しい漁師のせがれが幕府直参になったのは全く異例のことである。それだけ時代が彼を求めていたのだ。そしてそのハイライトの一つが咸臨丸での日本人による自力の太平洋横断だ。万次郎は通訳として乗り組んだ。艦長の勝海舟や福沢諭吉などは万次郎から生の西洋知識を船の中で貪るように聞いたに違いない。そしてその航海は福沢諭吉の西洋事情や学問の進めなどの本となって結実し、文明開化に大いに貢献したのである。しかし咸臨丸でのこの航海、実は自分の船が座礁して壊れ帰国するため同乗したアメリカ人艦長ジョン・ブルックがほとんど指揮を執り、万次郎が副船長として実務をこなしていたことがブルックの航海日記に出ている。艦長の勝海舟をはじめとした日本人乗組員は太平洋の嵐の航海でほとんど船室の中で船酔いで戻しているだけだったと書かれている。最初万次郎の英語力に疑問を持っていたブルックだが、日々万次郎の人間性に惹かれ、またその能力の高さに感嘆しているのが彼の日記を読むとわかる。特に艦長の勝が船酔いで何もできず、また好機もないに等しい船内では指揮する者が誰もいなかった。
嵐の中、遭難の危機に万次郎が一人必死に対処していた。それに対し、日本の水夫が漁師上がりの半分外人のような万次郎ということで差別したのか、彼の指示を聞かず、むしろホゲタに吊るすぞと脅したのをブルックがいさめたことなどが日記に記されている。いや、差別していたのは何も水夫だけではなかったようだ。これだけ世話になった万次郎のことを勝はほとんど何もその日記などで語っていないし、英語を万次郎に教えてもらっていたであろう福沢諭吉にしても万次郎のことには言及していない。やはり陸の上で生活を続けた彼らにとって、万次郎は漁師が偶然出世しただけの半分外人のような男だという思いがどこかにあったのに違いない。こうした身分子排除の考えは現代の日本の中でもなくなっていないと思います。つまり万次郎は彼らにとっての帰国子女だったわけです。彼らはきっとこう思ったはずです。万次郎は確かに英語はうまいかもしれない、俺たちよりも西洋の需要もよく知っている、でもあいつは日本語も十分ではないし、考え方が俺たち日本人と違う、ちょっと変なやつだ、そんなやつに日本は任せられない。このように自分と異質なものを排除しようとするのが日本社会の特質ではないでしょうか。しかも当時、士農工商が当たり前の世の中で、時代の要請で偶然貧乏漁師が旗本まで出世したのは、ますます武士階級にとって面白いはずがありません。その後の万次郎の世間との対比を見ていくと、このことは明らかだと思います。つまり明治維新後、万次郎の教えを受けて日本の政界、官界、財界で活躍した人々はたくさんいますが、一方万次郎は開成学校の教授、つまり現在の東大の教授になった程度のことです。確かに一介の漁師が東大の教授になったということは驚くべきことです。また万次郎と一緒にハワイから帰国した漂流仲間の船頭たちが、幕府の定めにより生まれ故郷の土佐でなすこともなく一生を終えているのに比べると、万次郎は大変恵まれていたという考えもあるでしょう。しかし僕にはこれが明治維新の限界だと思います。つまり民主主義を身をもって体験しない武士たちが理屈では、市民平等などと言ったにせよ、実際彼らにとっての平等とは武士の平等だったのではないかという気がするのです。つまりこれが明治維新の限界だと僕は思っています。実際アメリカに渡って民主主義を体験してきた万次郎は、幕府からアメリカについての尋問を受けた時こう語っています。アメリカの大統領は能力と学識に基づいて人々の中から選挙で選ばれます。任期は4年で、そのものが優れていい、人々に尊敬されてさえいればあと4年任期を延ばします。大統領といえども生活は質素で、馬に乗り一人だけ家来を連れて歩きます。役人も町人も外見で見分けることはできません。偉い役人が道を通る時でも人々は土下座などはしません。また階級などというものもなく、誰でも役人になれます。このように語っているのです。帰国子女である万次郎が日本の異分子排除の社会の中で憧れ続けたのは海の上の生活であった。海の上は自由と平等のある実力社会であった。万次郎は当時西洋社会で生活した代表的な日本人のように思われているが、実は彼の10年の海外生活の6年以上は海の上だったのである。そんな彼が江戸幕府に強く進言したのは捕鯨業であった。
影線の船板一枚その下は地獄という世界は、遭難すれば身分に関係なく海に投げ出されあの世に行かざるを得ないという世界だった。そういう意味では全く平等な社会だったのである。また海で漁をするときは船長も水夫もなく、皆が協力し合い、力のある者が尊敬を集め、ない者が馬鹿にされるという実力の社会であった。黒人も白人も黄色人種もない、実力のみが評価されたのである。海に行き世界中を旅した万次郎は、まさに広々と広がる海のその波涛の先に実力を重んじ、自由と平等の尊重される社会を夢見ていたのである。そして海の民として時代の波を大きく動かしていったのである。14歳で漂流してから万次郎の人生は旅の連続だった。捕鯨船でクジラを7つの海に追い、またカリフォルニアで金鉱を掘り、幕府の旗本になってからも咸臨丸での太平洋横断や小笠原諸島へのクジラ捕りの航海、また上海への帆船の購入旅行など慌ただしく世界を旅している。そして明治に入ってからも普仏戦争視察のため政府代表団の一員としてアメリカからヨーロッパを訪れている。その時アメリカで懐かしいホイットフィールド船長を訪ね再会を果たしている。そのホイットフィールド船長が1886年82歳でその生涯を閉じた。一方万次郎は1898年71歳の長い長い旅の連続だった人生に幕を下ろした。東京雑司ヶ谷にあるこの万次郎の墓の亀裂は、アメリカ軍が太平洋戦争で東京大空襲をした時にできたものだそうだ。万次郎はもちろん自分の地位を確かなものにするためということもあっただろうが、幕府の取り調べの時アメリカが領土的な野心もなく平和を愛し民主的で自由な国だと何度も述べている。幕府が開国を決意したのも万次郎のこうした証言が影響していることは確かである。しかし万次郎に対しアメリカ軍が作ったこの墓の亀裂は何という歴史の皮肉であろうか。一方フェアヘブンにあるミリセント図書館には、戦争中でも万次郎の子供である中浜藤一郎さんから贈られた刀が飾られていたそうである。万次郎の生涯をたどっていくと、彼が単なる冒険物語のヒーローでなかったことがよくお分かりになったと思います。彼は明治維新の影の立役者、いや第一の貢献者かもしれません。彼は実用的な英語を日本に根付かせ、初めてカメラやミシンなどを日本に導入しています。そして保険制度などでも指導的な役割を果たしています。しかし彼は日本では帰国子女として冷遇されていました。そんな中、自由と平等の象徴である海に憧れ、クジラ捕りにこだわった土佐の男ジョン万次郎。彼は奇跡的なその生涯で運命や時代の流れに逆らうことなく、与えられた条件の中で
精一杯努力し生きてきました。僕たち日本人はもっと万次郎のことを知るべきだったと、今万次郎のことを勉強してそう思うのです。Thank you.